いや、その、なんていうか。私としたことが迂闊でした。お二人はすでに合体を。合体？他の言い方ですと、マグアイ、姫ごと、ジョージ、夜の営み、フュージョン、ウルトラタッチ。サラ！ズバリ行きます。お二人はすでに性交渉を。ありえねえだろ。安心しました。未来人と現代人のまぐわいで存在しないはずの赤ちゃんが生まれたら、時空心が発生してこの世が滅びるかもしれませんから。時空心？はい、肉体的接触だけではなく、男女間の感情、お互い強く惹かれ合うだけでも時空心が起こる可能性がありますので、ご注意を。これは焼きもちではありませんよ。未来宇宙船地球号のためですから。